Oi. Yeah!
伊達さん。 桐生か？ あの桐生。 和樹。 桐生さん。 これはどういうことなんだ？ 俺にも説明がつかねえ。 和樹を追ってきたら この2人が立っていた。 私が本物です。 こいつらに監禁され、 気づいたらここにいたんだ。 でたらめを言うな。 お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。 どうしてここへ来た？ 午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。 何だと？ やはり罠だったか。 どうやらそうらしいな。 何の真似ですか？ 河原さん！ 俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。 そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。 俺は違う！ 黙れ！ 手顔舐めんじゃねえ。 鳴りはそっくりに真似られても、 声だけはどうにもならねえんだ。 店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。 正直に言え。 どうして俺たちをここにおびき出した？ 何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。 とぼけんな！ お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ？ やめろ！ あんた、 また俺の前で人を殺すのか？ 勘違いすんな、誠。 こいつはお前の知っている和樹じゃない。 組織の構成員だ。 証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ？ 勘だよ。 何だと？ あんたは刑事の勘で人を撃つのか？ 刑事の勘なんて甘っちょろいもんじゃねえんだ。 食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺にはわかるんだ。 こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。 あんたはどうかしている。 来んな！ 河原さん！ 和樹！ 桐生。
昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。腕。迷うな。撃つんだ。遺跡。神。守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、行くぞキリュウ。
大怪我をしてる。頼む。カーラさん、それにお前。すまん、至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷を負ってる。何をやらかした。銃で撃たれた。ん、この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。ビビってんのか？そこかよ。
逃げんのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。うん。ああ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。行くぞ、キリュウ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ああ、いらっしゃいませ。ああ。ああ。いらっしゃい。ありがとうな。と、それでは出発。行くぞ、キリュウ。
いらっしゃいませ。はい。という味だ。素晴らしい味だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Oh.